はい、どうも、こんにちは、マイボです。では、クヨンしんちゃん、シネマランド大活躍実況プレイ第10回目、今日も元気にやっていこう。はい、特例、パート10、結構、早かったような気がするけど、では、ちょっとね、やっていきましょう。はい、データの3です。はーい。で、前回やったのが、この、燃えず大人帝国の逆襲でね、今回は次にこちら、クヨンしんちゃん、あっぱれ、戦国大合戦をやりたいと思います。はい。こちらの映画はね、実写化もしまして、原作の映画は見たことないんですが、映画、実写化した映画を見ましたね。スナップの草薙剛さんのやつですね。結構感動しました。では、早速、やっていきましょう。でもね、ストーリーは大体知ってます。ある晩、しんちゃんは夢を見ました。夢。綺麗なお姉さんが泉のほとりで佇んでいる、そんな夢でした。次の日の朝、ひろしが見た夢の話を聞いて、しんちゃんはびっくりしました。ひろしも同じ夢見たとか？え？それって、綺麗なお姉さんの夢？しんのすけも見たのか？ああ、マジか。私も見たわよ。え、すごいな。いやひまわりも。お前もかい、しのもかい。すごいな、シロもその夢見るって。不思議ね、家族全員が同じ夢を見るなんてね。うん、怖いね。まあ言えることは、俺たちは同じ夢を同じ時間に見るくらい一心同体だってことだ。ん？クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ、あっぱれ戦国大合戦。はい。その日の午後、庭でシロが掘った穴から手紙入りの箱が出てきました。手紙にはこう書かれていました。ん？なんだ？父ちゃん、母ちゃん、ほら、天正2年にいる。お姫様は超美人だぞ。しんのすけが書いたかな、手紙の文面ってなってた。春日のお城は遠いから、お車で来た方がいいぞ。早く来てね。じゃ、そういうことで。どう考えてもしんのすけでしょ、これ。ほら、こんな穴に手紙埋めた覚えないぞ。お姫様は超美人って何？ん？超美人？ほら、わかったぞ。超美人のお姫様って夢で見たあの人なんだ。鋭いね、しんちゃん。考えは5歳児とは思えない。しんちゃんは夢のお姉さんにもう一度会いたいと目を閉じました。そう簡単に会えるのかな。そして目を開くと、しんちゃんは夢に出てきた泉のほとりに立っていたのです。すごいな。自分の家に帰るため、あたりを探してみると、もう時代劇の撮影だ。カメラはどこだ？でもそれは時代劇の撮影ではなく、本物の戦だったのです。危ない危ない。その中でしんちゃんは鉄砲に狙われていた一人のお侍の命を救います。お前の尻のおかげで命拾いしたわ。礼を言うぞ。尻の影。誰？しんのすけ。おじさん誰？尻の影。いじりまたべよしです。いじりまたべよしですさん。又兵衛さんも結構ね、映画でも草薙さんがやってましたね。いじり？また？変なお名前。しんのすけ、妙ななりをしているが、どこから来た？ほら、春日部に帰りたいんだけど、ここはどこ？春日部？ここは武蔵の国、春日領だが。武蔵の国、春日領。ほう。しんちゃんはどういうわけか、天正2年の戦国時代にいたのでした。タイムスリップだね。行くあてのないしんちゃんは又兵衛に連れられて春日のお城へ行きました。おい、青空侍、死に損なったそうだな。
お、これがあの綺麗なお姉さんかな。青空侍。なんで青空侍？お前のことだ。どうせぼんやりと空でも眺めていたのであろう。だから青空侍なんだ。お、これは姫様。またべ、またべ清掃だね。おお、夢の中のお姉さん、やっと会えたぞ。しんちゃんはお城で夢に出てきたお姉さん、春日寮のお姫様、蓮姫と出会いました。蓮姫。そしてしんちゃんはお城のみんなに未来のお話をしました。あ、やっぱ未来から来てってわかるんだ。未来の生活、未来の食べ物、そして家族のお話。しんのすけはもう自分はタイムスリップしたってわかるのかね。そして家族の話。しんのすけ、お前の家族は本当に愉快な者たちだな。しんのすけ、父母への頼りを書かぬか。父母への頼り、あ、なるほどね。頼り。そなたの住む春日部とこの春日は同じ場所のようだ。まあ、手紙ですね。そなたが現れた場所に埋めれば。うわ、お手紙が届くかもしれないぞ。めんちゃん頭いい。それがさっきのにつながるだけかな。しんちゃんが現れた泉は、又兵衛と蓮姫にとっても思い出の場所でした。何この二人、熱々やない。幼なじみの二人はお互いが好きにもかかわらず、身分が違うという理由で思いを伝えられないのでした。あらま。さて、しんちゃんが泉のほとりに手紙を入れた符箱を埋めると、なんだ、お、ここどこだ。しんのすけ、はい。お、シロもヒマもいるんだ。おーちゃん、母ちゃん、今埋めたばっかりなのに、いくらなんでも早すぎるぞ。確かに早い。埋め立てさんに来たから早い。自動車に乗って迎えに来たヒロシたちと再会できたものの、現代へ戻ることができません。あーだな。戻れるならひとまず城へ来たらどうか。春日の城でヒロシから未来の話を聞いた。殿様は戦国時代の無理のある生き方をやめ。あ、そうそうそう。確か実写版のやつでは、確かほら、このヒロシが知ってる歴史上のまあ戦いとかね、人物とかでね、この又兵衛とかの春日だっけ、春日なんたらもね、なんか春日原だっけ、もうそんないって言うんで、まあ小さな小さな戦いで終わったんだなーっていうので、まあそんな話です。国を守るために進めていた隣国大倉井の殿様、高虎と蓮姫の結婚をやめることにしました。ああ、なるほどね。そういう戦略で、なるほど。織田信長が、あの美濃のマムシって呼ばれてた、なんだっけ、名前忘れた人とね、娘さんと結婚したみたいな、そんな感じですね。この高虎の申し入れを断るとは、これでまた一つ国を手に入れる口実ができた。高虎、チンブレじゃ、かすかの田舎侍どもに矢玉をパンと地層してくれるわ。戦かな、これは。戦が始まりました。あーな、マタベは部下を率いて大くらいの本陣を目指して出撃していきました。うん。しんちゃんたちは又兵衛、蓮姫の手配で戦に巻き込まれないよう春日の城を後にしました。ねえ父ちゃん、おまたのおじさん大丈夫かな。おまたのおじさん、お助けしなくていいかな。ねえ父ちゃん。おう、はいやー、ヒロシかっこいいね。ヒロシ救出するために、救出じゃねえや、助けに行くと。春日部住人、笑いか、日によって助け立ち出す。いざーかっこいい。しんちゃんたちは又兵衛に加勢するため大くらいの陣営に突撃しました。まあこっち車持ってるからね。あ、もう早速、じゃあ行きますか。おっと、ほい、わーっとびっくりした。ほい、ここは、あ、松尾くんが、
槍兵の槍には注意してね。横に構えてるときはいいけど、上に向けているときは踏めないよ。あ、わかった。ここはなんだ、何もないか。なんでマサオくんがこんな時代にいるんだろう。これか。え、この、よし。マサオくんがなんで一緒にタイムスリップしてるのかな。これは、あ、上なんかあるっしょ、あれは。ちょっと、なんかありそうやな。行くか。ほい。お。ほい。あ、来た。ほい。ほい。あ、カエルフック。じゃあ。なんかありそうな気がして。えい。チョコビだけかーい。チョコビだけかーい。よし。じゃあ進んでいきましょう。おっと、おっと、なんだこれ、なんだこれ。よし、上にはないか。あ、いいや。あれ、なんか、ないかな、あれ。なんだっけ。なんだっけ、あれ。お助けのカード。お助けカード、落ちたりしない？おーい、おーい。弓とは卑怯な。あーよーっと。よし。あ、これは、猿か。ほい、あれ。ほい、ほい。よね、姉ちゃん。その服かわいい。でも欲しい。お前は、ウサギでいいっしょ。姉ちゃん。この隙に動くときがあるけど、あ、ちょっと言ったよ。タイミングを買って、ジャンプで切り抜けてね。おい、これか。なんか、マリオシリーズのドッスンみたいやな。上が見えない。おい。これは、どうすんの？上乗るか。えい。えい。痛い。いや、吸い抜けない。どうすんのこれ。痛い。ちょっと待って。こうか。よし。じゃあこれは。よし。でもあった。よし。それ。届け。あ、痛い。なんかまだあるぞ、あっちに。ほい。なんだ。お助けカードはないんかね。で。まだ長いね、結構。結構エリアが長い。おい、痛い。バカ野郎、くさー、痛い。はい。あ、よし、ついた。しんちゃんたちに続いて、又兵衛たちも、大くらいの本陣に、乗り込んできました。カスガキ家臣いじりまとめよしとし、大くらい高虎殿互角を召されよ。昔のね、あの戦はね、結構戦う前に自分の名前を名乗って相手に、まあ宣戦布告というかね、戦うよみたいなことを言うんでしたね。やろう、水産なり、もろともかかれ。又兵衛と敵の大将、高虎の部下太郎左衛門が真剣で戦い始めます。太郎左衛門。高虎は戦の状況が不利だと知ると、こっそり逃げ出そうとしました。高虎。お前、お逃げるのか？なんだと？危ない。お前偉いんだろ？だからこんなことになったんだぞ。なのに逃げるのか？かっこいい、しんちゃんかっこいい。危ない。しのすけ、気をつけろ。あいつはただ踏んでもダメージを与えられないぞ。何？踏んづけた後に艦長をぶっ刺してやるんだ。いいか、忘れるなよ。わかった。うん、なっちゃー。
うわ、それ結構大変だな。セーブはいいよ。あ、後ろの方が太郎か。太郎左衛門か。太郎かって。ちょっと、刀が怖い。うおい。よし、うぅ。いけ、うわ、痛い。いた。何あいつ、あいつ何、うわ、痛い、痛い。どうした、えい、えい。よしよし。ふい。ほい。えい。どや。ひぃ。ほい。えい。あ、倒した。やった。確かね、戦国時代ではね、こういう風に、戦が終わった時はね、相手にこういう風に打ち取ったりって言うんですけど、本当はね、首を切って、で、よく見ると又兵衛が掴んでるように、髪をね、持って、それで首をね、首を、グロい話ですけど、頭をこう手で持って、打ち取ったりって、それをみんなに見せるんですよ。で、それで戦が終わり、みたいな感じなんでね。なんですけど、しんのすけはそれはやめてって言うから、で、それでまたべが、頭だけ髪だけ切って、こういうふうに見せてるっていうわけです。本当はもう首ごといっちゃうんですけどね。だが死んではおらん、おとどりだけを頂戴し、お返しまーすっていうわけです。はい、その通りです。引き上げだ、陣を払え声が。しんちゃんは又兵衛の馬に乗り春日のお城へ帰ります。来るか、この戦いの一番の手柄はしんのすけのものだないやー、それほどでも。で、あれは来るかな。あれ、れんちゃんじゃない。なに、またお前はいい加減なことをほら、そうだよ、あそこ。おーい、れんちゃん、俺とおじさんと父ちゃんと母ちゃんで大蔵湯をやっつけたぞ。おーい、ひまわりと白はどうなったんだろう。ああ、しんちゃんがこの時代にやってきた理由、ああそれは又兵衛を助け、彼に戦から春日の国と人々を守るひとときの時間を与えるためでした。又兵衛がその使命を終えたとき、しんちゃんたちがこの時代を去る時が訪れたのです。しんちゃんたちは現代に戻ってくることができました。ああ、え、ちょっと待って、一番感動するシーンをまさかに飛ばされた。じゃあちょっとこれはぜひ皆さんにも映画を見てほしいんですけど、僕ね、昔はアニメの映画を見たんですけどね、言っちゃうと又兵衛がその後大虎のねたちの、まだ、大虎が負けたことを知らないっつ、残りの大虎の部下たちがね、まだいたんですよ。その部下に、又兵衛が、撃たれるわけですよ。で、それ又兵衛は、命を落とすみたいな、そんな感じです。そして、見上げた空には、お、おじさんの旗だ。うん。おい、青空侍。うん、おしまいと。かなり端折られてるけど、結構ほんといい映画なんでね、これも。もうほんと泣けます。昔アニメ見てたんですけどね。最初の方を見てないとか言ってたけど、よく思い出してたみたいでした。さん、順調にクリアしていますね。はい。いやー、すごいもんですね、このシネマランドは。広いし、アトラクションも凝ってるし。ですね。ありがとう。そう言っていただけると、資材を投げてここを作った甲斐がありますよ。獅子舞が投げて撃つ？野球でもやるの？獅子舞が投げて撃つ。資材を投げうるよ。自分のお金でこのシネマランドを作ったんですって。すごいね。それにしてもこれだけのアトラクションを作るなんてすごいな。うん、おお、おじさんお金持ち？いや、
シネマランドを作るのでお金を使っちゃったからほとんど一文なしだよ。でも長年の夢だったシネマランドが作れて私は幸せだよ。いやこの食パンみたいな顔のくせにいい人ですね。夢を叶えたか。俺もドーンと夢を叶えてみたいな。何なんだヒロシの夢って。ちなみに父ちゃんの夢って。そりゃもちろん水着のお姉さんたちと。おお、俺も俺もその夢を見たいぞ。だろう。ちょっと、ああ。怖い怖い。すいません。それでは引き続きシネマランドをお楽しみください。はい、じゃあセーブはしましょう。よし、はい、ではお疲れ様です。今回はこちら、こちらじゃねえや、これや、お送りしました。うん、いやほんと感動するね。ゲームでありましたけど、ほんと映画見てください。自分ももう一回見ます。ぜひ見てください。ほんとお願いします。お願いしますって。で、次回は、なんだ、あ、焼肉ロード。これも面白いよ、なかなか。これもなかなか面白いですね。うん、これも見たことあります。では、また次回お会いしましょう。では、お疲れ様です。バイバイ。